はい、こんにちは、ナブブラリパート2ということで、本日はソニーさんのブースへお邪魔しております。プレス発表でもご紹介したんですけれども、今度新しくですね、ディスクベースの、アーカイブシステムを出されるということで、お話を伺っていきたいと思います。商品の設計を開発を担当されました北さんにお話を伺います。どうぞ北さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。光学ディスクを使った、アーカイブシステムということなんですが、アーカイブシステム、これまで、いろんな形はあったんですが、今、光学システムを使って、新しくまた、システムを作ったというところから、お話を伺いたいんですが、まずメディアとしてはこれで、これですね、ラインナップとしては 300GB から 1.5TB まで、いろんなコンプレッションで使われているお客様様々ですので、ワークフローに応じて容量は選んでいただけるように考えています。これ中身は、普通の光学ディスクが、束になって入っているってことですか？そうですね。この割とコンパクトなカートリッジの中に12枚の光ディスクが入ってまして、それが、この、小型のドライブ、5インチ米の普通のフルハイトの大きさの、ドライブの中に挿入されて、1枚1枚こうハンドリングできるというものです。なるほど。これは、特殊なフォーマットというよりは、汎用にこのPC につないで、普通に光ドライブとしてマウントしてくるだけというような。そうですね。コンセプトはですね、このドライブを、これ最初の商品は USB 3.0 なんですけれども、これPC につないでいただければ、もう外部ドライブとしてマウントして見えますので、12枚入ってるんですけれども、単純に大きなボリューム、これですと 1.5TB の、空間が見えるというようになっています。ということはその、PC 上にこのドライブがマウントするので、必要なファイルをドラッグ&ドロップでコピーしていくだけということですね。もう普通のエクスプローラーとか使っていただいて、で、弊社の XG カムのファイルとかに関わらず、どんな、例えばアップルさんですとか、他のノンリニアさんのファイルですとか、もうワード、エクセル、何でも、もうコンピューターファイルではあれば何でも、記録していただきます。アップルということは Mac でも使えるということですかね？マッキントッシュ用にもドライバーは用意してますので、 Windows、Mac 最初から対応したいと思っています。なるほど、なるほど。じゃあもう本当に、外付けの光学ドライブという、そうですね、そう考えていただければいいと思います。テープストレージとか、今アーカイブでは、多分ハードディスクを棚管理されている方とかいろいろいらっしゃると思うんですが、今なぜこの光学ディスクを使ってアーカイブシステムを作ろうというふうにお考えなんですか？いろいろと、もうここ2年間ぐらいお客様と実は話をしてきまして、でやはりハードディスクの場合ですと、安価にはなってきてますけども、やっぱり 3,4 年ごとにどんどんコピーして渡り歩いていかなければいけないと。でデータテープにしても同じようなことが起きていますし、で光ディスクの場合はですね、昔のコンパクトディスク30年前のが今も再生できているように、比較的再生互換は取りやすい技術ですし、寿命自体もその XD カムで、弊社が言わせていただいたように50年とかですね、非常に長期間 の長いアーカイブにはメリットがあるのかなというところで、その特徴を生かして提案させていただいているという形です。このディスクは、何年ぐらい再生読み出し保証されているわけですか？読み出しというか、弊社の加速試験ではもう50年はもう全然大丈夫ですね。光ディスク自体がそのフェーズチェンジというレーザーでもう結晶構造がパーマネントチェンジするような記録構造ですね。非常に頑丈な、記録システムだと考えています。でこの箱自体も、かなり丈夫に作られているということですか？丈夫には作ってますね。いろいろ普通の落下試験ですとか、あるいはもう、極端な話車に踏ませたりですかね、そういった試験もやってますし、弊社いろんな、ハーフインチの VTR、 それから DV カムとか XD カムとか、プロ用メディアの信頼性基準はバッチリありまして、でそれにもうほぼ適用したような形で、試験はほぼ終わっております。これ、このドライブ結構奥行きがこう、ね、結構あるんですが、これはなんでこんな奥行きが
長いですか、ね、これをロードしますとやはりここの部分をこう、まあ、開けてですね奥のベアドライブ側にその搬送するのでどうしてもこの2倍の大きさはやっぱり必要になってしまうという形なんですね、はい、これは、ロードすると一旦これが下側にこう出てくるわけですか、ね、はい、で1枚1枚奥のベアドライブ側に、まあ、搬送してで、まあ、その記録が1枚目が、まあ、フルになればまた戻ってすぐに2枚目を引いて、うん、記録はそのまま続けるといった形になります。じゃあもうこれ自体が、まあ、ちっちゃいカートみたいな感じになってチェンジャーメカニズムが入ってますね。なるほど、はい、まあ、それで結果的に一つのパッケージで大容量が実現できる、はい、ということなんですね。これロードマップとしては今最高で 1.5 テラですがまだ行く予定なんですかね。研究所レベルではいろいろもう光デスク の大容量化もどんどん進んでますしで、まあ、今日現時点まだ いつにいくつっていう話はできないんですけれども、その研究成果に応じて今後ロードマップも作って発表できたらいいなと思っております。はい、これ中身のディスクの正体なんですけれども、いわゆるブルーレイでもなくプロディスクでもなく、まあ、新しいフォーマットということになりますか。はい、XDCOM の場合は非常に ENG の環境で使われたりあるいはそのダイレクトにリニア編集みたいなものをサポートしているので、まあ、設計はちょっと特殊なんですね。で今回のコンセプトは、まあ、できるだけそのコンシューマー のマスプロダクションのメリットを生かそうと考えてましてかなりブルーレイディスクよりというか、まあ、その規格自体はブルーレイ に近いというかなんですけれどもその、まあ、やはりプロ用で使っていただくのでその先ほど言いました寿命の話ですとか信頼性のところで、まあプラスで、なんていうんですか基準を設けてっていう形を取ってますね。なるほど、はい、ものすごく経年変化に強いブルーレイに近いディスクという感じですか。はい、そうですね、はい、そう考えていただければ。はい、まあ、確かにそのコンシューマーで普及した技術だと息が長いので、はい、まあ、長いアーカイブにはまあ有利というところはありますよね。そうですね、そういうふうに考えております。はい、こちらにちょっとでかいのがありますがこれは何？今回は R&D 展示でやってるんですけどもこのカートリッジ自体を、複数間入れてですね、はい、中で自動に、ドライブの方に出し入れするいわゆる、ライブラリーロボティクスを、参考展示させていただいてます。なるほど、はい、これ例えば、まあ、これはサンプルですけれどもこの中に、この、まあ、ドライブは何台ぐらい入るんですか。ですね、今この、コンセプトはこのR&D のコンセプトはこの中には2台入りまして、はい、でカートリッジがまあ大体20巻から40巻ぐらい、まあ、今まだ設計のすごく初期段階ですのでスペックは全然決まってないんですけど、でさらにここに 7U の拡張ユニットがありましてでこれはカートリッジだけを入れてもいいし、新たにドライブを追加したければ、4台ぐらいまで入るような設計になって、で単純にもうどんどんラックの中で積み重ねていただければこの中のロボットがもう、投資でずっと上下までいくと、はい、いうような形になってますね。なるほど、まあ、これだけの容量にしてもあるいはその個人でまあ利用されるにしても、まあ、インジェストしていった、まあ、クリップというか、まあ、フッテージに対して何らかのメタデータみたいなものをつけていかないとなかなかもう探しきれなくなると思うんですが、そうですね、そのあたりはどのような感じになってますか。まあ、この商品を出すのと同時に一応そのごくごくシンプルなそのアーカイブ用のアプリケーションも、ご用意しようかなというふうに考えてまして、でそれのコンセプトは、まあ、やはり今おっしゃっていただいたようにメタデータ入れたい、後から検索したい、だけどもなかなかその手間がないと、まあ、いや今更ね、そのアーカイブって何も新しくものを生み出さないので、お金にならないからなかなかこう新しくそれにこう時間をつけたり人をつけたりするのは難しいという現状がありますよね。ですからもともと例えば弊社 の XDCOM 系の MXF ファイルですとか MP4 ですとかに入っているような例えば日付のデータですとかフォーマットのデータですとかそのタイトルですとかそういったものっていうのはもう自動で抽出できるような簡単なソフトを準備していて、で例えば S/S カードからこちらにこうアーカイブでコピーしている途中でですねそれを抽出してデータベースに登録するっていうような、まあ、簡単なものを考えております。はい、
まあ、御社のカメラには GPS ユニットが付けられるやつがありますけれども、ね、はい、ああいうデータも入るわけですか。そうですね、うちのカメラで、GPS のデータが入るラインナップありますけれども、まあ、そのファイルが来た場合には自動で GPS の、緯度経度ですか、情報を取り込んで、後からそのここで撮った画像は何ですかっていうのは探せるように、はい、考えています。まず場所を指定してそこで撮ったアーカイブというのは見つけられると、まあ、とは言ってもですね、ただ昔テープで未だに、まあ、残っているようなライブラリーとかも、はい、まあ、撮っていくと思うんですけど、その場合はもうなんかメタデータ的にはほとんど、まあ、オリジナルのデータって、まあ、ないようなもので、まあ、リールナンバーが書いてるぐらいとかだったりするわけですが、そうですね、そういうものはどうすればいいですかね。まあ、テープの場合、まあ、ここでもちょっとデモンストレーションさせていただいてるんですけれども、例えばDV カムとかのテープはものすごくたくさん あると思うんですが、これ iLink 経由でデジタイズもサポートしていまして、で、まあ、普通にインアウト点切ってデジタイズスタートってやればその部分がファイル化されると。でその際に一つ例えばオーディオですね、スピーチなんかを、自動でトランスレートして、テキストのメタデータに起こすっていう機能もちょっと今考えています。でそれをやればその後からですね、いわゆる普通に、テキストサーチ、ウェブとかでやってるようなテキストサーチキーワード検索で、例えば誰かがそのワシントンとかっていう喋った部分を後から抽出できると、まあ、そういったことも考えています。なるほど。まあ、特定のキーワードを喋ってる場合はそのキーワードを打つとそれをまあデータベースの中から拾って、このクリップの何分のところにそれがあるよみたいなところまでやってくれる。はい、GUI でそのここの部分にその喋ったワードがありましたよっていうようなものを表示できるように、まあ、ちょっとここでも、すごく簡単なデモはさせていただいてるんですけど、はい、それ日本語も対応できるんですか。日本語も対応できます。はい、言語的には今どのぐらいの言語を予定してるんですか。まあ、英語と日本語はマストだと思ってるんですけれども、技術的にはまあ数カ国、6カ国ぐらいはできると思うんですが、ちょっと商品的には今スタディ中でございます。はい、あとはその誰が映ってたかっていう、まあ、人物を探すっていうのもまあ必要になると思うんですけど、そのあたりは違うんですか。一応弊社いろいろフェイスリコグニションの技術、まあ、コンシューマーの方も含めてありますので、まあ、そういったエンジンも使いながら例えばインジェスト時にその顔のメタデータっていうのをまあ選んでいただければそれの顔の特徴をデータ化して蓄えておいて、で後からいわゆるそのデジタルスティルイメージが出てくればそれで全部サーチをかけるというようなことも、まあ、今考えています。はい、じゃあ、まあ、なんかこう無名な、まあ、政治家さんとかで後で後々有名になった人とかの若い頃の映像とかを探せたりするっていうことも、これニュースとかアーカイブしてる時には人にはもうすごい便利ですよね。そうですね、おっしゃっていただいたようにその時に別に有名じゃなくても、まあ、顔の特徴量を単にメタデータとして抽出してやってますので、後から有名になった人とかをその検索するっていうのは、まあ、結構大きなメリットなのかなというふうに考えます。なるほどね。まあ、名前が変わってる人とかでも同じ人物かもしれないとかそういうことが分かる可能性はありますよね。まあ、アーカイブシステムっていうのはその今まで、まあ、なんていうんですかね、映像がデジタル化して、それから本当はフィニッシュはそこにまあ、たどり着かなきゃいけないんですけれども、ずっとこう先送りしてきましたよね。なんか本当はやらなくちゃいけないんだけど見えないふりをしてきたというか、まあ、そこに対して一つのまあ回答が出たということで、おっしゃる通りで、やっぱりアーカイブは必要なんだけれども、やっぱり一番最後後回しにされてしまうという。でやっぱりテープがまだまだサポートされているので、なんかそのすぐにやらなきゃいけないっていうところにまだ到達してないのかな。ただ弊社 XD カムを出してからその EX とかファイルベースのワークフローを推進してきまして、アクイジションからその編集デジタルプロセスの途中まではもうほぼファイル化されたと言ってもいいと思うんですけれども、そのやっぱりアーカイブのファイルベースのアーカイブっていうのはやっぱり最後のその
その完結の部分ですね。でこれをやっぱりご提案させていただいて、要するにトータルのファイルベースのワークフローを、完結させたいなという狙いがあります。はい、これまあ、手に皆さん個人ベースでやられている方もこういうの導入したいと思われると思うんですが、やっぱり気になるのはお値段なんですが、どのぐらいを想定されてますか？そうですね、まだ全然定価は決めてはいないんですけれども、まあリストプライスでどうでしょう、その50万年代とか、まあ、そんな感じを狙ってはいます。なるほど。まあ、ドライブが50万ぐらいで、メディアの方はどのぐらいの値段ですか？メディアの方ももう全然まだ決まってないんですね。まあラインナップによってすごくデコボコがあるんですけれども、まあ、できるだけ安く、まあ、できればそうですね、10セントギガバイトあたり、そこを狙っていきたいなというふうに思ってます。はい。ということは、600メガで60ドルぐらいですか？そうですね、それぐらいは狙いたいと思ってますが、まだ決まっておりません。すいません。ということは日本円で600メガで5000円ぐらいということになりますか？なりますね。まあね、600メガで5000円だと、まあ、相当安いと思うんで、結構これは個人とか、まあ、中小規模のところでも導入は全然可能ですね。そうですね、やはりそれぐらい下げていかないとやっぱり導入していただけないのかなというふうに考えまして、で先ほど言いましたように、そのできるだけコンシューマー その大量生産側のメリットを生かしながらプロ用の品質を守るというコンセプトでメディアは開発しております。はい、このメディアの方は、まあ、御社からも作られるでしょうけど、TDK さんとも協業されるというお話をプレスカファレンスの時に、日曜日のプレスでも発表をさせていただいたんですけど、TDK さんも、独自 のこの企画に適合したカートリッジメディアを出していただけると、TDK さんの方でも確かプレス発表をされていたと思いますけど、はい、まあ、そうやってその供給ラインが、まあ、一社に限らず、まあ、複数あるということも、ね、はい、まあ、長いアーカイブとしては非常にメリットが、はい、もうそこはもう多くのお客様からその絶対に必要だということをおっしゃっていただいてですね、その辺は気をつけて、はい、やってまいりました。発売時期はいつぐらいになりそうですか？今年の秋を目指して今設計が頑張っております。なるほど。はい、ということはインタービーぐらいまでにはもうものが、そうですね、インタービーぐらいには出したいと思ってるんですけれども、ね。なるほど。はい、じゃあまた今年のインタービーがちょっとまた一つ楽しみになってきましたね。ではソニーのアーカイブ、オプチカルのアーカイブドライブのお話をお伺いしました。北さん、どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。